突然でですが、遊び心はお好きでしょうか今自分のやっていることをさらにわくわくさせるものが遊び心ですでは課題解決と聞いてどうか、まあ、この会場にはいないと思うんですけどツッターみようみたいな感じで現実逃避に走る方は結構いらっしゃると思います今日はこの2つを合わせて 面白いい、課題解決をしたいそういう思いで考えたアイデアを紹介させてください課題選定ですがそれなりの経緯があって選定をしました僕の家の近くに河原があるんですが小学生の頃よく犬と一緒にそこの河原に行って遊びに行っていましたとても景色がいい場所だったんですが 残念なとことに川に大量の流れてきたゴミがありました景色が台無しでやっぱり気分が良くないこのような状況の川はたくさん星の数ほどあると思っていますそのようなことから課題解決型授業でゴミのポイ捨て問題について取り上げました町と川一見別問題のように思われますが 捨てられたゴミはいずで川原に流れ着くことがわかる記事をよく目にしますそこで町中の公共スペースにゴミ箱を設置してゴミのポイ捨てを解決するという本心にしました町中や公園でゴミ箱がなく困ったことがある方多いんじゃないでしょうか ゴミ箱がないという理由で消費行動の阻害にもつながりますし実際にポイ捨ての原因にもなりうることですまた技術的規範という理論からごミ,ミ箱の設置というのは清掃活動よりも圧倒的に工数が少ないのに効果の高いソリューションだということがよく分かりますなので公共のゴミ箱再設置しようと大声で言いたいところなんですが 皆さんご存知の通り公共のゴミ箱っていうのはどんどん減少していますその背景の一つとしてゴミ箱の管理コスト問題というのが挙げられますこの40%の割合が何だかわかる方はいらっしゃいますでしょうかこれは自販機横のリサイクルボックスをゴミ箱だと思ってしまっている人の割合になります可燃 混入していることが納得できますね二つ目に管理が行き届かず溢れてしまうということもありますこのほかにもテロの危険性という問題もありますこの撤去する理由っていうのが解決されなければゴミ箱の再設置というのは非現実極まりないそこで提案するのがゴミ箱のスマート化のす,すめ 中にカメラやセンサー、シングルボードコンピューターを使ってデータを収集する仕掛けです。ゴミ箱の機能はこのようになります。1つ目の機能は画像認識を使って分別状況が正しいか判断します。2つ目の機能はゴミの量の確認。もし回収が必要だった場合は管理している側の端末に通知し、 回収が行われるという仕組みになっていますそして回収のコストというのを減らすにはユーザーが正しく分別する必要があります正しく分別すると対価がもらえるそういう仕組みがあればさらに分別意識は高まることでしょうそこでゴミ箱を使うためにポイントアプリというものを活用しますユーザーザは アプリが入ったスマホをゴミ箱にタッチして分別捨てるというたったの3ステップで利用ができるお手軽仕様です収入源の想定はこのようになっていて一部をポイントとして還元するという仕組みになりました結果今まで話した問題の解決だけではなく広告塔にできたり多くのデータを可視化できたり不審物をモニタリングできたりそういうことも そういういメリットも生み出すことができます。とここまで話してき,てきたんですがこれだけじゃつまらないということでもうちょっとエンタメ要素を掛け合わせてみたいと思います楽しくやるためにちょうどコードを書いて気持ちよくなっている友達が近くにいたんですよこの人をペルソナにしてみたいと思います彼みたいな人が楽しめる機能はこちら。 1一つ目は新しい技術好きの彼にゴミ拾い2アンゲーム機能を使って NFT アイテムを使いゴミを拾うことによってレベルアップやトークン稼ぎができる機能2つ目におふざけとかくだらない笑いが大好きな彼に分別データなどを一部公開して遊んでもらう機能ですデータを統計から分析したり暇つぶしに作業ですね例えばこうやってえ爆飲料を 会員料、爆員選手権みたいな感じでデータを調べてにちゃにちゃできます3つ目にコーディングオータルクの彼には API とかも提供しますボットで遊んだりネタ枠で光るゴミ箱などを作ったり光り,かをか光り方を変えて遊んだりしてみることができますもちろん夜は禁止ですよこれなら面白いノリというのが生まれるかもしれません知名度につながったらさらに良いどうでしょう 遊び心がある課題解決アイデアができたのではないでしょうかまとめます今日伝えたかったことはポイ捨てを防ぐ画期的なアイデアの内容と遊び心でアイデアをブラッシュアップできるとさらに面白くなるということです今までの課題解決授業で僕は論理的なことばっかりリソースを割いていました例えば裏付け 根拠があるるかかかとと無駄はちゃんななくせているかなどで,すでも自分がユーザーだったら加えて面白いサービスであるということが一番の使う動機になると考えていますそんな大切な要素は身の回りにたくさん潜んでいることが分かりましたまた遊び心というのは多くの人を巻き込む強力な武器だとも感じます 今まで興味がなかった人多くの人が楽しんで社会課題に向き合ってほしい、そういう思いで、これからも僕も楽しいことをしながらかましていきたいと思います。ごごご聴あありりががととううざざいいままししたた